サンセル湖は、福岡県福岡市中央区渡辺通り一丁目一番一号にあるファッションビル。地上10階、地下2階建て。福岡市の施行による渡辺通り一丁目南部の約2.2ヘクタールの再開発事業で建設されたビルで、1979年2月に竣工し、同年3月開業。 福岡市中央区のメインストリートである渡辺通りの南端に位置する。名前の由来は太陽を意味する英語と S イコールショッピング、E イコールイーティング、L イコールロッチング、C イコールカルチャー、O イコールオフィスの頭文字を組み合わせた造語。渡辺通り側にはサンセルコ広場とそこから5階へと続く大階段がある。隣接するホテルニューオータニ博多とは外観は 地上4階部分までつながっており、地上1階で、ショッピングアーケード、サンローゼ博多と接続している。近隣には他に、柳橋連合市場や九州電力本社などがある。サンセルコ広場には博多ドンタクの際には、本部隊が、博多祇園山笠の際には、飾り山が、毎年設営される。2018年には、春高後40年を控え、 再開発に向けた検討も始められた。地下1階から地上4階までは、商店、食堂などが入っている。5階から上は1979年から2005年まで、福岡放送の社屋となっており、ズームイン、朝、や、明太ワイドなどの屋外中継をサンセルコ広場や大階段で行っていた。福岡放送の移転後は、オフィスゾーンとなり、 8階から10階までは九州電力の関連会社、株式会社電気ビルの別館となっている。また、2009年には地下1階に有料運転者や70歳以上の高齢運転者を対象とした運転免許更新センター、ゴールド免許センターがオープンした。ありがとうございます。